はい、というわけで手羽盛を作っていきます。まず乾燥麺を1キロ入れていきます。念のため今回は、鍋を2つ用意して麺を茹でていきます。塩、そういえば麺茹でる前に塩入れるの忘れてました。なんで今入れときます。はい、というわけでこちら、パスタのソースを温めていきたいと思います。電子レンジで、よいしょ、まあぶち込んでいきます。こちらのソースは業務用のトマトソース1キロになります。はい、というわけで次はまあパスタとソースを絡めていきます。新しくカメラを買ったんですけど、設定がうまくできてなく、ピントが合ってないですね。麺が多かったかもしれません。予想より茹で後の麺が多かったですね。一応乾燥麺を1キロ茹でたんですけど、予想してたのは2キロだと思いきや、結果 2.6 キロになりましたね。とりあえずこんだけ。はい、続いてこちらパンをくり抜きたいと思います。こちらの三金パンは近くのスーパーで購入しました。いや、おりゃ、おりゃ、おりゃ、よし。くり抜いたパンの中には先ほどソースと絡めたパスタを入れていきます。これが一番時間かかる。予想してたよりパスタの量が多かったので、皿の空いてるスペースを使ってパスタを持ってきます。うまいね。最後にチーズをぶっかけます。
思ったよりかチーズ少ないですけど、まあ一応4キロ以上あるんで、これで食べていきたいと思います。はい、というわけでこちら準備ができました。こちらまあそうですね。パンプキンさんの三斤なんか三斤のパンにパスタが入ったのをまあ真似したものです。一応総重量の方が 4.5 キロほどになるので、まあ、そうですね。今回はまあ制限なしで完食目指して頑張りたいと思います。それではいただきます。まあ、今回制限時間ないんでゆっくりと完食目指して頑張りたいと思います。どっかりこうチーズ固まるね。肘を痛めてるんで、ね、サポーターしていたんで圧迫されてちょっときつかったです。おいで、ね、よいしょ。まあ、デカ盛りちょっとパンがね多分強敵になりますね。
はい、皆さんこんにちは。天の声です。ここからは長くなるので早送りで天の声を入れてお送りしていきたいと思います。今回の内容は、まあ、再現デカ盛りになります。パンプキンさんのお店の方のメニューを真似してこちらを作りました。内容が、パン3斤とパスタ乾燥麺が1キロとソースも1キロで、チーズが、まあ、適量ぐらいかかったものです。まあ、結構全体的に水分量が少なめなデカ盛りなので、まあかなり時間はかかりますけど、まあ、完食目指して頑張っています。一応予定していた、まあ、重量は4キロを想定してましたが、なんか思ったよりかパスタの茹で後の重量が多く 4.6 キロになりました。 4.6 キロのこのぐらいの固形物だと結構時間いっぱい使っても多分完食は危うい状況ですね。多分パンから食ってないと完食までできない。今回全体的にもう本当に水ないと飲み込めない食材ばかりなんで、まあ4キロにしとけばよかったですね。ちょっとまあとりあえず、まあある程度まあなくなったらまあ重量を測りつつ、4キロぐらい食べて様子見て、まあ食べれそうならまあ完食目指して、もしまあ限界だったらまあ翌日か、まあそうですね、もう今日1日かけて食べるか考えます。とりあえず完食目指して頑張ります。やはりこの中で一番大変な食材は3斤パンですね。まあ
パスタよりか、もう水分量が本当に少ない食材なので、まあ水分ないと、もう口の中にずっと残る感じで、本当に大変でした。このまま行くと水分量が、まあ3リットルぐらいは摂取しそうです。あと、パンもそこそこ結構硬い感じなんで、顎も疲れますね。パスタも飲み込みづらい食材ですが、それ以上にパンは飲み込みづらいので、間食は危ういですが、間食目指して頑張りたいと思います。ファーストてる間に。はい、というわけで、まあこちら残った分は、まあ後日食べようと思います。だいたいまあ400ぐらい残りました。まあ結果的に、まあ総重量がだいたい4.6キロぐらいだったんで、4.2キロ完食になります。まあ残りは後日食べます。はい、そっか。はい、というわけでこちら残り食べていきます。というわけでごちそうさまでした。まあできた時にまあ総重量4.6キロとまあ気づいたの分かったんですけど、作ったからにはまあ全部完食しようとまあ頑張りましたが、まあ1日では完食できなかったので、まあ2日かけてなんとか完食できました。まあとりあえず完食できてよかったです。